こんにちは、岡田敏夫チャンネルアップグレード動画の時間です。あの、今回はですね、宮崎駿が唯一、ジブリ実験劇場という名前でですね、あの、チャゲアスカのコンサート用のミュージックビデオとして作った、オン・ユア・マークというアニメのですね、アップグレード動画です。えー、たったですね、あの、6分40秒のアニメなんですよ。本当に曲1曲分しかない宮崎駿のすごい短い作品なんですけども、あの、実験劇場と唯一名打つだけあって、ただでさえ、 なんでしょうね。いろいろこう詰め込んである、あの、宮崎駿のですね、作品の中でも類を見ないぐらい深い内容であって、おまけに複雑な内容のアニメになってます。えー、これから見、見てもらう動画はですね、えー、実は後半です。あのー、僕はオニオアマークという複雑な作品を6つのレベルですね、六つの層に分けて、えー、解説してるんですけども、レベル1からレベル3までの基礎的なところと、その発展形としてのレベル4からレベル6っていうのを解説した、 ですけども、まあ、大体レベル1から3はですね、あの前半で全て終わってるんですね。あの、今日見てもらう動画ですね。あの、あの、前の週に公開したのがですね、レベル1から3の中で、まあ無料で公開したのが1と2。で、有料で公開したのが3なんですよ。で、今日見てもらうのはですね、さらにその先のですね、まあ、ちょっと心理的な部分とかですね、えー、メタフィクション的な部分まで含めて、 た話になってます。なので、あのー、当然ですね、あの、前半のレベル1から3を見てない人にはですね、ちょっとチンプンカンプな内容になると思います。なので、あの、前半見てない人はですね、これを見る前にですね、YouTube でそちらの方をチェックしてからご覧になってください。えー、さらに言えばですね、この前半、 というのもですね、レベル1と2は、まあ、さっきも言ったように無料の方なんですけど、レベル3だけは有料になっています。申し訳ございません。え無料の部分だけでも楽しめる話になってますが、これから見てもらうですね、あの、レベル4から6をですね、理解するためには、やっぱりあの、レベル3も押し、押さえておいていただきたいんですよね。で、あんまりあの、なんだろうな、有料会員にならないと、ちょっと見れませんのでっていうのは言いたくないんですけども、 あの、このオンエアーマークに関しては、えー、ちょっとね、あの、500円損はさせないと、あの、い言いますので、まあね、これもねもう、もう思い切って言っちゃってるんですけども、あの、一番安い500円の買いにちょこっと入ってみて、1ヶ月でやめてもらって全然構わないのですね、えー、これを機会にぜひ、 あの、ちょっとすべて通して見ていただければありがたいです。えー、まあ、あの、前半の動画を見てきた方には解説の必要はないんですけども、前回の続きのレベル4からですね、いきなり始めます。宮崎駿はですねあの、絵コンテに書き残したですね、英語回帰っていうですね、ちょっとあの難しい用語、東洋思想の用語ですね。えー、英語回帰で、あ東洋思想じゃないあの、西洋哲学の用語なんですけども、これは一体何を意味するのかですね、あの、 宮崎駿たち、高畑勲たちが学生時代にはすごい流行ったような言い方です、でレーゾンデートルとかですね、造反有利なんかと同じようにですね、あの、英語回帰っていうのもその当時流行った学生用語でもあったんですけども、あの、そういう何を意味するのかっていうのと、あとアニメ界に出アニメの中に出てくるチャゲとアスカというキャラクター、 それの正体は一体何なのかっていう真相に迫っていく動画になっています。この動画はですね、2019年12月11日に放送したニコニコ生放送岡田敏夫ゼミ第312回ですね、312回をアップグレードして再放送しています。無料放送の終わりにもですね、あの、追加のアップグレード情報というかですね、解説があるのでお楽しみにしてください。それではですね、これより無料動画スタートです。 えー、じゃあですね、あの、今日はジブリ実験劇場ですね。今のところ唯一のですね、えー、ジブリ実験劇場という作品の音ア、えー・マークをですね、取り上げようと思います。えー、オン・音ア・マークというのはですね、チャゲアスカ側の依頼でつく、えー、引き受けた、スタジオジブリが引き受けたやつです。で、えー、歌詞の内容をわざと曲解して作ったというふうに、宮崎さんがですね、語っています。えー なのでですね、悪意の塊であるというふうにも宮崎さん語ってるんですね。それはどういうふうな意味か。で、えー、レベル1からですね、レベル6まで徐々に奥深くまで解説しますけども、まあ、読み解いていって、レベル1から一つ進むごとにですね、あの、前のレベルをちょっとひっくり返すの内容になってます。ということだけご注意ください。で、今日はレベル4からです。えー、レベル4ですね。じゃあ行きましょうか。よいしょ。じゃあもうこれはもういらないからこっちへ置いといて。 えーっとですね。ん <laughs> これ違う。な。えー、っと。<laughs> あ、大丈夫だ。あの、このシーンから、じゃ、あ、ちょっと始めたいんですけども。かな。違う、ごめんなさい。 僕今あのフリップをですね、一枚、あの、読まずに捨ててしまったのです、えらいことになっちゃったんですけど。<laughs> もうすいません、今日はまだドタバタで。えー、レベル4のテーマです。レベル4はですね、えー、英語回帰というのがテーマだというふうに、まああの、前回話しました。英語回帰という言葉はですね、えー、哲学者のニーチェが作った言葉というふうに言われててですね、あの、普通の人間は、なんだろうな、 一つの出来事が一,一度だけ起こると。それはまあそうなんですよ。一つ一度起きたことはもう元に戻らないしっていうふうなことなんですけども。ところがですね、ニーチェが言う超人ですね。超人的な意志を持っている人間はですね、同じ瞬間を何度でも永遠に繰り返すというふうに言ってるんですね。つまり、あの、よくですね、同じ、 瞬間を何度でも永遠に繰り返すっていうと、ああ、それはなんか同じループに囚われてると。人間はそのループから抜け出せなければというふうに考えちゃうんですけど、ニーチェが言う超人は違うんですよ。あの、彼が言ってるのはですね、そのループから抜け出すことを目指さずにですね、過去とかですね、自分の選択、自分が選んだことをですね、すべて受け入れると。否定しないっていうのがですね、そのニーチェが考える超人なんですね。ついつい凡人っていうのは、その、 同じことの繰り返しから抜け出そうとしてしまうんだけども、超人というのは違うと。そうではなくて、同じことを繰り返すことをもう、自分の中で一度起きたことを頭の中で何度も何度も経験する。それがもう超人であるというふうに言ってると。で、えー、これはあの、オンヤマークの絵コンテで、リフレイン以後のところなんですけども、英語回帰シーンっていうふうに書いてるんですね。で、この英語回帰シーンって書いてる。わざわざですね、宮崎駿は、もちろんあの、ニーチェの言葉も知ってる。 もう教養のある人ですから、シですけども、なんでここで英語会議というふうに書いたのかと。だって、オイアーマークというアニメの中自身ではですね、英語会議じゃないんですよ。逆なんですね。あの、曲がリフレインするために少しずつ違っていって、レベル1で解説した通りですね。レベル1の解説では、何かまずいことがあったら次にやり直して、次にやり直して、諦めずに繰り返すことによって、最後は天使の女の子を大空に返すことができたっていう、いい話として紹介してるんですよね。 で、えー、そうじゃなくてですね、宮崎駿が書こうとしたのは、ここは英語回帰、同じことを何度も繰り返すことを肯定してる話なんですよね。じゃあ、あの、じゃまず最初にですね、レベル2でこの軽く触れたシーンをですね、ちょっともう一回見返してみたいと思います。あの、二つのシーン見てほしいんですけども、これですね、これちょっと、この、 レベル4の解説では何回も使いますけども、えー、左側がですね、ハッキングするアスカですね、えー、女の子を助けるためにですね、パソコンからですね、まあ、地図なのか何なのかわかんないですけど、ハッキングしています。右側がチャゲですね、チャゲが、えー、女の子を助けるための電子部品をですね、まあ、あの、ハンダ付けかなんかして組み立てています。で、この2つのカットはですね、いよいよ反撃を開始する、まあ、準備のシーンなんですけどもですね、 割とね、不自然なんですよね。で、何が不自然かっていうと、前回も紹介したようにですね、この真ん中のやつを見てください。えー、2二人で居酒屋で飲んでる時にですね、後ろ側に塩サバ合成、バイオタコスっていう風に書いてるんですね。 つまり、もうすでに生物が住めない世界になっていると。この地球っていうのは放射能に汚染されて、えー、生物が住めない世界になっている。そんな生物の住めない世界に花束とかですね、ワインがあるはずがないっていうのが、まあ、この間説明したことなんですよ。で、まあ、おまけにですね、あんなですね、食、あのー、なんだろうな、突入して人を殺すような警官にですね、あのー、なんだろうな、ファンレターが来るはずがない。 あの、アスカのところにあるこの左側のですね、花束の真ん中にですね、ちゃんとあの、えー、カードが入っているんですね。だからファンレターが入っているんですけども、で、リボン付きのプレゼントが、まあまあまあ、アスカのところにはですね、後ろにずらりと並んで、でチャゲのところにはですね、ちゃんとリボン付きのプレゼントがあるんですよ、この左側のフレームですね、えー。そういうですね、リボン付きのプレゼントで、高級なお酒をですね、ファンからもらうような日常、 であればですね、安い酒場で二人でですね、だからぐだ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 飲むはずがないんですね。で、じゃあまずですね、こちらのハンダ付けをしているですね、チャゲ、このカットからですね、えー、検証してみましょう。で、えー、っとですね、まあ、さっきも言ったように右にプレゼントあるんですけども、この左側の黒いところですね、 えー、かなり暗くてよく見えないんですけども、映画館とかですね、コンサート会場でフィルム上映してるときはちゃんと見えるんですね。そこに何が書いてるのか。これはあの映像だけ見てもわかんないのでですね、画像をちょっと修正して、えー、明るさを上げてですね、コントラストをやや強くしてみました。そうすると何が見えるのかというと、この、シャゲのですね、左肩の部分、ここにある塊はよく見るとですね、ギターなわけですね。 で、ギターが書いてあるわけなんですよ。あの、で、こういうの書くと、あ、なんか、チャギアン・ダースカが、まあ、あの、ロックスターだから遊びで入れたんじゃないかっていうふうに考える人もいると思うんですけども、宮崎駿ってその絵的な遊び大嫌いな人なんですね。あの、アニメーターがそういうことを勝手にやると割と怒るし、画面内には意味があるものしか入れるなっていう考えの人なんで,ですね。画面内に書いてるものはもちろん宮崎駿が入れたいから、 指示して書いてるわけです。で、えー、このカットにもさっき話した通りですね、その、同じように、えアスカと同じようにワインもあればですね、プレゼントもありですね。で、ここのマグカップにはチャゲって書いてるんですけども、えー、これ、もうちょっとはっきり何なのかがわかるのが、えアスカのカットです。 ええとですね。まあ、後ろにさっきも言ったように、ずらいと並ぶプレゼント、花束、高価なお酒。で、このシーンはですね、どちらかというと、景観ではないんですね。景観のアスカという、なんかね、夢の中、これ、夢の世界なんですけど、レベル3で説明した通り、夢、妄想の世界なんですけど、その中にですね、ミュージシャンとしてのチャゲアスカのですね、アスカ両の日常、現実がですね、侵略してきてるんですね。単なる、プロモーション、 ビデオというかですね、ミュージックビデオの中で、ジャゲット・アスカが扮するキャラクターの中に、いつの間にか現実の本人たちが侵略してきてるシーンです。で、それがよりわかるのがですね、その、このシーンの導入部のカット、丸窓から、外側からですね、あの、アスカの部屋を覗くシーンなんですけども、丸窓っていうのはですね、あの、映画で画面転換の時に、アイリスイン、アイリスアウトっていう技法を使います。アイリスインっていうのは、 え、画面が、の真ん中からですね、丸いのがぐーっと広がって次の画面に変わる。または、えー、画面の外から黒いのがぐーっと寄ってきて、まあ、どんどん小さい絵になってきて真っ黒の画面になってしまう。これをアイ,アイリストアウトって言うんですけど、こういうアイリスエア,アイリスアウトっていうのはですね、その映画のレンズで撮っている 虚構の世界ですよというメタファーの時にもよく使われるんですね。あの虚構であります。この話は、えー、作り話であるというのをわざわざ映像の中で強調するときにこのアイリスイン、アイリスアウトを使うんですけども、まあ割と、まあ、丸窓だからそこまで考えなきゃなくてもいいかもわかんないですけど、そういうですね、構図と窓をわざわざ使っているわけですね。で、レベル1からレベル3の間にですね、いくつもの これが本当のチャゲアスなんだ。これが本当の主人公なんだっていうのをですね、何回も何回も提示されたんですけども、例えばその天使を外に、空に逃がすことはできたんだけども、そのまんまですね、外の道路で放射能に侵されて死んでいくチャゲアスっていうのが、まあ、 え、提示されたりですね。天使が逃がすことができずにですね、一緒にトラックで三人ごと落ちてしまうチャゲアスっていうのが出てきたりですね。天使を奪い返したんだけども、奪い返した天使はすでに死んでいた。彼女は死んでいたっていうチャゲアスも出てきました。または、居酒屋で酒を飲みながら、天使を奪い返すという妄想だけをひたすら繰り返すチャゲアスっていうのも出てきました。で、えー、そもそも天使は存在せずですね、えー、仕事で 殺人を繰り返すだけっていうチャゲアスもレベル3で解説しました。それどころか、最後にはですね、単なる原発作業員で警官ですらないチャゲアスっていうのも、えー、登場しています。で、えー、レベル4ではですね、このレベル4ではもう一段それの奥を見て、普通ですね、その、本当のチャゲアスはじゃあどれなんだろうと、本当のストーリーはどれなんだろうって考えるんですけども、もちろん本当のチャゲアスっていうのは、 J-POP スターなんですね。あの、j ポップのスターで、まあ、ロックスターで、えー、でも歌の中ではですね、その最下層の警察官を演じたりですね、貧乏な若者や満たされない恋に悩む若者のふりをして歌っている嘘をつきって言ったら悪いんですけども、 単なるアーティストなわけです。で、それは、これはチャゲアスだけでなくてですね、スターはみんな同じだし、クリエイターはみんな同じなわけですね。お笑い芸人だってですね、年収1000万、2000万超えてる人がですね、わざわざですね、吉本興業に、えー、交通費を今月あの、来年からカットされたっていうふうにですね、すごいしんどそうに言うんですけど、そんなもんしんどいはずがねえだろ、お前。<laughs> でも、スーパースターっていうのはですね、その庶民感覚みたいなものを出すからそういうふうなことを言うんですけども、まあ、アーティストっていうのはですね、その、 やっぱり自分が貧乏なこと時のことを思い出したり、自分が出演した時のことを思い出して、今現在どんなに成功してようとも、その時の気分っていうのを歌って共感を呼ぶわけなんですよ。で、すでに大成功したロック歌手である、あってです普通の人が何百倍も稼いでるチャゲアスが、 宮崎駿にコンサート用の映像を注文してですね、2500万円かかると言われたら、あ、出せますよ。5000万かかるって後でまた金言われたら、たたらあ,あ、全然大丈夫です。出せますと。なんかこういう関係にあるんですけども、でもその歌ってる歌自体はですね、オンユアマークそれでも僕らが辞めないのは夢の斜面めがけていけそうな気がするからっていうですね、乱されない なんか現状に不満がある人の歌をやっぱどうしても歌っちゃうとですねでそのそういうですねその構造そのものをですね映像化すると、えー、これになるわけですねあの実はプレゼントやファンレターをいっぱいもらっているアスカがだからこそこののハッキングしてる時の表情が余裕になっちゃうんですよ本来ここってもっとまともな表情真面目な表情で書かなきゃいけないんです。 真面目な表情で困ってる女の子を助けようとしてるんだから、もっと困ったような顔を描かなきゃいけないのに、宮崎駿は、ちょっと背を反らした状態で、くわえたばこというか、タバコ目に持って、目つきも完全に良いやだから、このシーンのアスカの描き方って、すごい悪意があるんですよね。後ろ花束、プレゼント、酒、ファンレターに囲まれて、 余裕の表情で、やや下目にですね、あの、モニターを見て書くっていう風な書き方をしちゃってるんですよ。で、えー、さらにですね、この、ですね、えー、こっちのカットではですね、まあ、狭い、こう、あい、もう本当に画面の中で、この部分だけ見てくれ、丸い部分だけ見てくれだから、花束がさらにですね、強調されてるんですね。室内の手前に置いてるからですね、余計に目立つんですよ。 で、えー、プレゼントがですね、この右のところにも目指すんですけども、モニターの上ですね、パソコンのモニターの上に不思議なものが乗っかってます。で、このパソコンの上に乗っかってる不思議なものっていうのは、こっちの方に切り替わるともっとよくわかるんですね。これです。わかりますね。えーっとですね、うさぎのマスコット。赤い服を着ている。これもやっぱり変なんですよ。明らかに、 意味がある置き方をしてるんだけど解説、説明していないんですね。で、この赤いウサギのですね、まっすぐアスカの方を見てるんですけども、アスカの方は目線がモニターの方にあるので、このウサギと目が合わない。ウサギはアスカを見てるんだけど、アスカはウサギを見ていないと。このウサギ何かっていうのでね、最初僕はウサギの象徴するものとかで普通に調べたんですよね。で、赤い服を着たウサギって何かっていうと、もう一応キリスト教で言うとですね、あの、復活祭の時の あの、うさぎで、赤っていうのはキリストの血を意味してですね。で、子供が良い子かどうか復活祭の時に、ちょっとしたイベントで裁判官みたいな人がこの子は良い,い子かどうかっていう、まあ、いわゆる悪い子はいねえかみたいなイベントなんですけど、あの、裁く裁判官が赤色のうさぎ、赤い服を着たうさぎって言われてるんですけど、これと違うんですね。なんかこういうキリスト教のシンボルとかではなくて、もっとシンプルな、あのー、なんだろうな。 言いたいことのためにこれ出ないとなんかねこんなにねあの目立つところに置かないんですよね。で英語でウサギっていうのはですねその、えー、健康さ若さみたいなのをやるんですけど普通ですね赤いギって赤い服着たウサギっていうのはもう 若い女の子を象徴するというふうになってるんですよ。これもシンプル,ンプルに。で、えー、服の色が赤なのは女性の説明であって、まあ、つまり、この、このギさっていうのはですね、チャゲアスの女性ファンですね、特にアスカの女性ファンを意味していて、コンサート会場でですね、二人を見ているファンというふうな、だいたいその解釈でいけると思います。で、えー、真正面に置いてて目が合ってないのは、 うさぎはアスカをじーっと見てると。コンサート会場で何万という女の子がアスカをじーっと見てるんだけども、でもそれに対してアスカはですね、そのモニターに夢中なのはうさぎの存在を忘れてるからですね、目が合ってないうさぎの存在を忘れて、今自分がやりたいことに熱中してるからなんですよ。つまり、なんかね、やっぱさっきも話したように、作品内にチャゲアスカというアーティストですね、歌い手の現実がどんどんどん,どんこう侵略してる様を描いてるんですね。 なんでそんなの書かなきゃいけなかったのか。ですね。で、これあの女の子をですね、救い出すシーンですね。えー、レーザーセンサーがバーッと走ってるんですけどもですね。で、これもですね、絵コンテを見るとですね、わざわざイベントかんかん会場のようにレーザー光が飛び交っているというふうに書いてる。 ですね。あのー、このシーンもですね、やっぱり宮崎駿にして見たら、リアルなレーザーセンサーというよりは、ここ何かというと、もちろんレーザーセンサーを解放するシーンなんですけども、同時にその、なんだろうな、これはチャゲアスカの本当にイベント会場、コンサート会場でかけるための映像として作られたものですから、それがですね、同時にこう暗示されるように、暗示させるようにというふうに作ってるんですね。だから、 この回のあのチャギアンドアスカのコンサートすごかったと思います。だって目の前でチャギアスが歌ってて、その奥でこの映像がかかってて、で、レーザー光線もやっぱりその90年代の J-POP アーティストのコンサートだから、本当にレーザー光線全盛期なんですね。で、そこにですね、そのこのシーンをわざわざ入れるっていうのはもう完全に、あ、これはこのコンサート会場をも同時に表そうとしてるっていうのがちゃんとわかるようにやってるんですけども。はい。えー、で、まあ、 まあですね、悪い言い方をするならば、その J-POP のですね、スター様が貧乏な若者を気取って、えー、なんだろうな、あの、お話を作っていて、本当はセレブなんだくせに、仕事の後はラブレター付きの花束をもらってるくせに、という話なんですけど、実は、その宮崎駿っていうのはそういう低レベルの批判をする人ではないんですね。あの、チャゲアスをですね、バカにしたりするんではなくてですね、 例えば、暮れないの豚で自分のですね、その分身を出すときはですね、豚に書いたり、後にですね、その千と千尋に自分を出すときはかまじいに書いたりとかですね、その、自分のこともやっぱその悪意を持って書く人なんですよ。別に人のことだから、儲け上がって、こんなとにキャーキャ言われ上がってというような悪意ではなくてですね、クリエイター全般の、なんだろうな、疑慢性というか虚構性っていうのを、 ちゃんとここで出そうとしてるんですね。クリエイターっていうのはいつも自分の都合のいい夢を見ると。それはどんな状態であっても一番見てる人が共感してくれるような可哀うな状態、でも純粋な状態の主人公を描いて、それを自分の分身みたいに描いて、それでお話を作っていって、で、共感してもらってそれが嬉しいっていうふうに書いちゃうわけですね。だから、あの、このオンエアマークのですね、その、 もともと平映作品、オンアマークが劇場で公開された時って、耳をすませばってアニメの平映作品だったんです。耳をすませばの中ではですね、宮崎駿はですね、ヒロインのですね、あの雫っていう女の子にですね、なんとか、 感とかギリギリ色目を使わないんだけれども、な,なぜかやたらその雫と仲が良いですね。爺さんっていうですね。まあね、本当に書き方一つ間違えたら間違いなくエロ自身みたいな書かれ方で出てくるんですけど、それもやっぱり自分の なんか理想投影しちゃうんですね。自分もこんな風に枯れた、何の下心もないじいさんみたいな感じで、そして女子中学生の女の子に頼られて、あなたといると一番安心するみたいなことを言われたいみたいな欲望がやっぱボロボロボロっと出ちゃう。そのボロボロっと出てくる、その、ものに無自覚かというとそんなはずないんですよ。絶対に自覚していって、 自分ってなんでそう薄汚いんだろうと、それを抑えてキャラクターにしてるなんて、ああ、みともねえ、みともねえって思うから、宮崎駿は自分の作品を語るときにすごい嫌そうだし、逃げるわけです。この辺のクリエイターの感じっていうのは、 多分その、ね、なろう小説みたいなものを自分で書いた人だったら、ちょっと心の中に思い当たる節があると思うんですけどもですね。だからオンヤーマークのようなですね、あの、実はその裏には別の意味があるという、次々がわかるような作品を見ると、僕らはついつい、じゃあ本当の一番奥にあるのは何なんだろうとか、一番奥にあるものこそ本物であるというふうに考えちゃうんですけども、クリエイターの発想というのは違うんですね。 一番奥にあるのが本物じゃないんですよ。一番隠したいものが本物では全くないんですね。そうじゃなくて、ストーリーを考えるとき、多分アーティストも歌詞を考えるときにですね、無限の選択肢の中からですね、今回はこれを採用というものをつなげるだけなんですね。これ、こっちでもいいし、どっちでもいいし、あっちでもいいし、あ、いろいろ考えられるんだけども、今回はこれを採用しようっていうのをつなげていってお話にするのが、 これがそのクリエイターの発想なんですよ。えっ、ー、と、すみません。あのね、まだ、もうちょっと続きますけども、<laughs> 30分で終わんねえな、これ。<laughs> すみません。まだもう少し続きます。えー、無料15分って言ったのはもう嘘ですね。ごめん。えー、というわけでですね、あの、ハッピーエンドもですね、いっぱい考えるし、バッドエンド,エンドもですね、 なんか嫌な展開も都合のいい展開もいっぱい考えるんですよ。で、クリエイターってその作ってるとだん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 登場人物のことが好きになって生きてるような気がするから誰もかわ,かわいそうな目に合わせたくないんですねだから。ついついぬるい幸せみたいなものを与えたりにしまうんですけど、いや、そういうわけにはいかん。かわいそうだなこいつには辛い目に会ってもらおうというふうな形でこうお話をこう繋いでいくわけですね。で、すべていろいろ考えてその中から一筋の 今回はこの流れを使おうというですねまあそう流れみたいなものをですね頭から お尻まで最も早く強く左右に振り回して読者や視聴者や観客を振り回してドキドキさせて感動させるその一番すごいいい流れですね。川下りで言えば本当に急流があって激流があってストーンと落ちてその後ゆったりした流れがあっていい景色が見えてまたもう一回クライマックスですごい早い流れがあるみたいな歌詞を見つけてそれを繋げていくのがクリエイターです。で、あの、 レベル3でですね、このお話の構造全体を、あの、胡蝶の夢。つまり、自分が蝶々になっている夢を見ているのか、蝶々が自分になっている夢を見ているのかわからないっていうふうに語りましたけども、えー、それはですね、どの現実、どれが現実か結局わからないというのはごまかしではないんですね。あの、どの夢であっても、すべて現実として受け止めて生きる。これがその、宮崎駿が語ろうとしている英語会議なんですよ。英語会議っていうのをや、 あのコンテにわざわざざ入れてるのはです、ね、これが本当だこれが本当だこれが本当だ,これが本当だではなくてですねこのお話の中に流れているそのバッドエンドもあのハッピーエンドも全て現実であってほしいあるべきであるという意味なんですね。あのこれね。はっきり言って「ゴースト・イン・ザ・シェール」とかですね「ビュートィフル・ドリーマー」をやったですね押井守のもう完全な人。 批判なんですよ。押井守が映画というもの自体の虚構性というのをベースにしてですね。で、どうしてもその自分の好みとしてどれが現実かわからないというようなお話を選びがち。で、ゴーストインザシェールでその擬態に包まれたサイボーグというのを出すのがどれが本当の肉体なのかわかんないっていうふうなものを出そうとしてるのに対してですね、夢のまた夢っていうふうな映画をやりたいんだったらもうこうやれっていうですね、強烈なメッセージですね。なので、 あの、押井守さんって基本的に宮崎映画をですね、すべて批判していろいろ、あ、もうこれはこうだよって語ってるんですけども、音岩マークだけに関してはですね、もう完全にね、沈黙守っているんですよ。あのもう、これ、あの僕は割と自分なりに調べたつもりなんですけど、もし押井さんがですね、音岩マークについて語ってる資料あればですね、ちょっとあの、教えてほしいと思います。な、あの、僕見た限りですね、ないので、これに関しては本当に、あの、手が出ないんだと思います。で、 えー、なのでですね、あのー、レベル4、英語解禁の謎なんですけども、すべて等しく存在する。つまり、ミュージシャンのチャゲアスも存在するんですよ。ミュージシャンで都合よく宮崎早海ですと、ね、お金ドーンと出して、自分がかっこよく見える。 あの、PV 作ってくださいというチャゲアスも存在するし、原発の作業員のチャゲアス、死がない作業員で妄想するしかないチャゲアスも存在するし、警官として人を殺すチャゲアスも存在するし、天使を助けて死ぬチャゲアスもですね、天使を妄想して酒を飲むしかできないチャゲアスもですね、全部存在する。いわゆる、その富野義之監督が単営ガンダムで言ってた単営全皇帝ってやつですね。<laughs> 全行程というやつをですね、このお話の中でやってるんだと思います。本当はが存在しないんですよ。その、本当は何が言いたかったかって、そのアニメ作るクリエイターですね、映画作る監督が一番困るのは、やっぱ本当に言いたかったことは何ですかっていうことで、それなんであの言えないのかというと、よくあの、言いたいことは全部映画の中で言ってるからって言うんですけども、本当はどういうことかというと、 なんか自分の中でですね、すべて並列に存在してるからなんですね。ありとあらゆる可能性がすべて存在していて、今回は2時間という尺だったからもう,こう、長さだったから切って切って切ってこういう風うにまとめたと。でもあと15分あったら、あの日雨が降ってなかったら、ロケの時に都合よく、こんな太陽が、なんか日が照ってたらっていうようなのが、全部もしもの世界があって、それでできる映画っていうのがすべて正解な状態。ちょっとね、 クリエイターのこの辺の心理っていうのはなかなかわかりにくいんで、あの、割と僕もオンニアマークみたいなテキストがないと説明しにくかったんですけども、えー、宮崎駿の中ではですね、まあ、チャゲアスももちろん自分の分身なんですよ。アニメの中のキャラクターになった瞬間に、チャゲアンドアスカでそれ自分の分身だし、で、同時にですね、その、 まあ、例えば、アシタカとかナウシカとかですね、あの、トトロのサツキとメイも全部自分の分身なわけですね。で、えー、隣のトトロについてはですね、宮崎さんはですね、今でもサツキとメイは自分の中で生きてて成長していると。二人とも中年の女性になっているというふうに言ってるんですけども、 あの、今までお話の中で、アニメや漫画の中で宮崎駿が作り出した数十数百の人格ですね。何十何百というキャラクターがですね、全部宮崎駿の中で同時に年を取りながら生きているんですね。で、それが宮崎駿にとっての英語回帰なんですよ。多分ね、基本的にね、あらゆるクリエイターというのは宮崎駿と同じようなものを持ってるんですけど、宮崎駿はもう人一倍それが強いんですね。あの、すべてのクリエイター持ってるから松本麗児みたいにですね、その、 えー、全てのキャラクターを同じ話の中に入れて動かしたくなるこれはもう本当にクリエイターに割と共通してる特質だと思ってくださいこの自分の中のお話のこいつとこいつが共演したらどうなるのかっていうのはいつも考えてるし、まあ、共演とまでは考えてなくても全てがまだ生きてて自分の頭の中にいる状態ですね。でただ宮崎駿はそのあのー 自分の中でのそのキャラクターのリアリティが人一,一倍というかですね、僕が聞いた中で最も強いんですね。めちゃくちゃ強いと。で、そういう多重人格的な自分自身、クリエイターとして自分自身をですね、宮崎駿という名前の独裁者がですね、もう閉じ込めてる状態なんですね。その独裁者が閉じ込めないと、 そいつらの方が前に出てきて前に出てきて収集つかなくなるし、映画は2時間で収まらなくなるし、ナウシカはいつまで経っても終わらなくなるっていうのが、まああの、彼の中の、個人の中の、あの、キャラクターの作り方というかあり方だと思います。だから、オンヤアマークでですね、主人公はなぜ同じチャレンジを繰り返すのかですね、英語回帰というのは何か、レベル4ではですね、一応、クリエイター というのはこういうものだということで、えー、中で書かれている全ての可能性分岐点というのは実際にあると。それはパラレルワールドみたいに本当にある世界ではなくて、宮崎駿という個人の中であって、それを普通は選んで一つのお話にするんですけども、今回はあえてそれを全部混ぜて出している。彼にとっての実験なんですよ。それは その、東映動画の時代からお話っていうのはそういうふうに作ってはいけないっていう稼を全部外しちゃったらどういうふうになるのかっていう、宮崎駿にとっての、単、もう本当に個人的な実験っていうのがですね、その、あら、<laughs> ここに置いちゃった。こっちですね。えー、ジブリ実験劇場という意味でした。というですね、レベル4の解説でした。 はい、お疲れ様でした。無料版ここまでです。まあ、長かったですね。えー、じゃあ、あの、アップグレード情報というか、まあ、アップグレード講義なんですけども、当時ね、あの、これ、2019年12月にニコ生で放送して、YouTube でも無料公開した時に、チャゲ足のファンの方からいっぱいお便りいただいたんですね。それ何かっていうと、あの、コンサートで見たっていう人がすごく多かったんです。 で僕は、チャゲアンドアスカっていうアーティスト、名前は知ってるんですけども、もともとその音楽に自分が疎いもので、どれぐらいメジャーな存在かよくわかんないかったんですよねそう。海外でも日本でもアーティストの名前って言われても、ほとんど知らないような人間なんでですねで。で、こんなにたくさんの人が、この宮崎駿のオン・ヨア・マークをコンサートで見てたんだっていうのびっくりしたんですね。あの、耳をすませばという映画が、 ジブリの映画が公開された時、閉園になったので、そこで見た人、あとは金曜ロードショーでですね、あの、確か一回だけ放送されたんで、それで見た人が多いっていうふうに考えたんですけども、実はコンサート映像で見た人が多かった。そして、それでですね、感想を送ってくれた人の、かなり多くの人が、あの、内容を考えたことがなかったという。というか、もうコンサートの映像だから、綺麗だなというふうに眺めて、天使が羽ばたくシーンで、結構、おーって盛り上がって、 で、えー、楽しい映像ぐらいに思、しか思ってなかったんだけど、ただ、不思議なことにずっと印象に残ってて、あれ何だったんだろう何だったんだろうというふうにずっと思ったので、解説してくれてありがとうというお便りが、まあ、かなり来たんですね。あのー、なので、えー、まあ、あの、まさか意味があるとは思いませんでしたという人が多かったんですけども、宮崎駿は,は、 こうなることはもう承知したはずだったんですよ。もともとはそのコンサートでしか流さない、それも一回きりそのコンサートが一回りするだけだという話の上でやったので、なんでそこにですね、こんな複雑な哲学的な、いわゆるどちらかというとブラックな宮崎を出すような作品を作ったんだっていうのが、まあ、あの、ま、いまだに僕はね、それ、なんでそのことをやったんだと疑問なんですけど、ただ、その耳を澄ませばの平園に後になった。 最初は、その、コンサートの映像だけだったんですけど、後に、耳をすませばってアニメですね。宮崎駿が自分でプロデューサーを務めて、脚本まで書いた作品なんですけど、それの閉映に入れたっていう理由を考えると、ちょっと面白いなというふうに思いました。もちろん、あの、耳をすませばっていうのが、宮崎駿監督作品ではないから、工業的に、いわゆる宣伝的に弱いという事情もあるでしょうし、それは鈴木敏夫さんの判断としてあったと思います。ただ、その、 宮崎駿が賛成しないと鈴木さんもできないわけなんですね。で、まあ、弟子が作った、弟子って言い方も必要な、してなんですけども、まあまあ事実そうなんですよ。弟子が作ったアニメが案外ね、耳をすませばが出来が良すぎたので、嫉妬したんじゃないのかなっていうふうに、ちょっと僕あの、最近考えてるんですね。あのー、自分がプロデューサーして、で、自分が、まああのー、 なんだろう、脚本を書いて、で、かなり口出してたわけですよ。ところが、その口出してしまうと、いつも通りの宮崎アニメにしかならないっていうふうなことで、現場では宮崎駿の意見っていうのはかなり、こう、排除して、排除して、排除して、やるべきもの、自分が本当に、これを作るべきだっていうのをやったと。そしたら宮崎駿としてはあんま面白くないんですけど、ところができたものを見たら、なんかかなりいいものができているのでですね、ちょっとというかかなり嫉妬したので、 この自分の短編アニメで割と衝撃的なものを見つけようとしたと。いわゆる、その、あれですね、隣のトトロやってる時にですね、高畑さんがホタルの墓をやってると聞いて、あっちは文芸作品だと聞いたので、俺も文芸だトトロなんか飛ばない猫バスなんか出さないっていうふうに急に言い出したのと全く同じで、ライバルに、 弟子じゃなくてライバルなんだと分かった瞬間に、オンユアマークを一緒に見せるじゃないかっていうような感じになったんじゃないかなという,うに僕は考えてます。えー、っていうのはですね、宮崎駿でした。このオンユアマークという作品に関して、まあ何も語ってくれないんですよ。その他の作品に関しては結構語っててですね、あの、いわゆる、 その、ロッキングオンのインタビュー集からですね、特摩商店から出てるインタビュー集にしても、何にしても朝、朝以下の取材にしても、かなりどの作品も喋ってるんですけども、 そのオニアマークに関してはアニメージの1995年の9月号ぐらいでですね、もうそこもですね、聞かれた内容をはぐらかしてばっかりなんですよ。あの風邪を吹くというのはどういう意味ですかまあそれはね、何でもいいんですよとかですね。あの天使という少女はとか、いや、それはね、どうでもいいんですよという,ふうに。はぐらかしてはぐらかしてばっかりなんです。他の作品と明らかに違いすぎる立ち位置が。それはなんか見せたかったけど語られたくない作品だっていうことですよね。あの、絵コンテ集まで、 ジブリは出してるのにですね、ジブリの教科書という文庫本のシリーズがあって、全作品、いろんな人が評論している解説があるんですけどもですね、あの、オンエアマークに関しては、えー、耳をすませばの、その、なんだろう、単行本文庫の中でですね、もう本当に2ページ、ちょこっと解説が載ってて、で、それもですね、さっき話したアニメージュのインタビューの再録というかですね、まあ、小6ですね、短い紹介だけなんですよね。あのー、まあ、 ただ内容的にはですねあのー、オン・ヤー・マーク走り出そうとすればいつも流行りの風にやられたそれでも僕らはあの地平線を目指すのはっていうですねコロナ時代の今だからこそドームの中の都市であの伝染病にやられないようにんだろうな生きているですね流行りの風に怯えているですね、あのー 生き残った、わずかに生き残った人類を書いたですね、メッセージをですね、もっとあの作者自らですね、えー、伝えて欲しかったと思います。別にあの過去形で語ってるんですけど、まだ宮崎駿をですね、元気なんですからですね、あのもういい加減照れるのをやめてるのは何なんだか僕もよくわかんないですけど、ちゃんと他の作品とは同じ程度にはですね、オンニアマークを語って欲しいなというふうに思います。えー、すみません。じゃあ,あの後半ですね、後半はレベル5とレベル6の話です。えー、このオンエアマークと風 このオンインマークとあと、風の谷のナウシカのですね、まあ関係性ですね。えー、なぜこのオンインマークを宮崎駿は作ったのか、どういう気持ちで作ったのかっていうですね、もはやもう見てる僕らには関係ない宮崎駿の個人フィルムとしてのですね、えー、ちょっとポジションを語っていこうと思います。あ、それらをですね、まあ、あの、不自然に残されたカットですね。あの、まあ、 コンテンシを見てるとですね、いろいろなものが省かれて残ってるものがあるんですけど、そこから語っていってます、えー。ここから先はですね、申し訳ないですけど、有料になります、えー。続きをですね、見たい方はですね、YouTube のメンバーシップかですね、ドアンゴのブロマガチャンネル、田斗と夫アーカイブ、どれでもあの好きなものを選んでですね、えー、入会してみてください、えー。それではですね、ここからは有料版のですね、えー、レベル5と6のですね、解説になります。それでは動画、スタートお願いします。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、たい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。